CSH でハードコアチャレンジ。はい、ありがとうございます。タイトルコールありがとうございます、はい、ということで、はい、もういきなりもうこのまま始めましょう、はい、今回も私の持ち込み企画でですね、はい、タイトルコールにもありましたけど、クラシックスタイルハードコアで、まあ、文字通りハードコアチャレンジをしていこうという企画でございます。皆さん、はい、大丈夫ですかね。まあハードコアチャレンジなんで一回死んだら終わりっていう感じなんですけども、はい、はい、まあ元々難しいモッドでさらにハードコアをやっていこうという、まあ、そんな感じでございます。はい、はい、ということで、はい、あの集まってきたいただいた有志の皆さんもちょっと順番に紹介していきましょう。まずは登録者1万人超えのタクさん。おーおーおー、ありがとうございます。はい、ゲームオンに金物タクです。よろしくお願いします。はい、自分は、ね、うん、このクラシックスタイルハードコアモッド結構得意な方だと思ってるので、みんなに、ね、負けないようにどういう企画内容だかは今から分かるところだけど、まあ、やってきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃ続きまして、プレイヤーでありながら神モッド制作者でもある神田、谷さん、よろしくお願いします。どちらかがダメです。よろしくお願いします。ゆっくりボイス、お願いします。ゆっくりボイス相変わらずすごい。はい、谷さんよろしくお願いします。お願いします。はい、いつもいつもありがとうございます。はい、そして続きまして、あふれるダンディボイスチヌさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。チヌさんちっチャンネルでやっておりますチヌクと言います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。もっとダンディに渋い声で出していいですよ、チヌさん。最近ね、私ほとんど活動がちょっとできてないんで、ね、久しぶりの収録になるんですね。ちょっと声の調子が発声が声の調子も悪いわかりました。続きまして、はい、続きまして、はい、リュウサマーさんのリュウさんです。よろしくお願いします。はい、リュウです。よろしくお願いします。久しぶりのハードコアなんで、ちょっとやばいかもしれないんですけど、頑張りたいと思います。頑張っていきましょう。はい、そして、はい、マーさんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、じゃあちょっとルールの方をね、簡単に説明させていただきたいと思います。まずはですね、はい、まずはですね、CSH もともと難しいモッドなんですけど、まあ、あんまりね、3日も4日も5日も6日も皆さん上手なんで生き残られても困るので動画的にね、ちょっと難しくしてあります。はい、で通常時のゾンビの人数が、今はね128体マックス設定になってます。はい、で、ゾンビの移動速度なんですけど、昼間の通常時が、まあ、全力疾走で、夜になると最高速っていう感じになっております。はい、なのでまあ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 昼間から、まあ、全員じゃないけどね、昼間の状態から走ってくるやつもいるよということで、十分注意してください。はい、で、さっきの話、何日も生き延びられてもなんか動画としてあれなので、2日目にブラッドムが来るようになっております。なので2日目の夜にはもうブラッドムーンが来ますのでね、ブラッドムーンの設定は64体になっております。はい、まあまあゲーム性じゃ低いから全員60体来ないとは思うけど、まあ、一応設定上はそうなってますよと。はいはい、でですね、まあ、さっきの話ハードコアチャレンジなんで、1回死んだらチャレンジ終了になります。はい、で、死亡時のドロップはなしになっているので、まあ、死んでチャレンジ終わるんですけど、一応ね継続してそのまま蘇ってゲーム続けてもらうことも可能ですので、そのままね自分の集めた武器を持ってですね、またゲームを続けてもらうことは、可能となっております。ただですね、はいはい、ただですね、そのなんていうのかな、ハードコアチャレンジなんで、プレイヤー生存者同士のねプレイヤーの戦闘は一応禁止とさせていただいております。なんかねみんな固まって始まると思うので、プレイヤー同士殺し合ってですね、何もしないうちに殺されましたということにならないように、はい、まあ、一応生存者のプレイヤー同士の戦闘は禁止ということにしますけども、一回死んで蘇った人に関してはプレイヤー攻撃しても大丈夫なので、なるほど、死んで蘇った人はもうチャレンジ終了しているので、生存者をねぜひ邪魔しに行ってください思う存分プレイキルに行ってください。はい、まあ、一回死んで蘇った人はね生存者からしてみればもうゾンビなんで、はい、こちら側も攻撃していい。そうですね、見つけたら攻撃して大丈夫です、はい、生存者の方もね、はい、一回死んだやつが来たと思ったらね、弓撃ってください、はいはい、ガンガン撃ってください。はい、であとはね、この辺ちょっと
作者の方に追加してもらったやつなんですけど、一回死んで蘇るときに道に迷うっていう設定を付け加えてあります。でこれどうなるかっていうと、どっか変なところに飛ばされるの、蘇るのがねなので、死んだ場所からだいぶ違うところに、ね、飛ばされるとは思うんですけど、はい、まあ、まあまあまあチャレンジ終わってるんでね、その辺はね、のんびりとゆっくりプレイヤーを探してですねキルしていただければと思います。で、一個注意点としては、死んで蘇った時のプレイヤーキルを有効にしてある都合上ですね、全員キル状態になっているので、生存者同士もね、はいはい、近くで武器振るうとね当たったりしますんでね間違ってそんなつもりはなくても、なんか近くで戦闘するとね、倒しちゃうこともあるかもしれないので、その辺だけちょっと注意してください。そうですね。でもし倒されたらね、言ってください。誰かチヌさんに殺されたんだけどみたいな言ってもらうとチヌさん失格にしますんでね。わかりました、はい、横に ログで出ちゃうから。そうそうそう、あれなんかってあれって ね、それがさ、だってね、あ、そうか、排除したって出るからね、倒したらね出ちゃうんで、うん、まあまあでも一応ね申告してくださいね、そういう時はね。わ、はい、かりました。そうですね、はい、まあ以上そんな感じなんですけど、何か質問はございますか。特に大丈夫です。大丈夫です。特にないですね。大丈夫です、はい、大丈夫ですね、はい、大丈夫です。大丈夫ですか。じゃあもうこのまま始めますか。はい、お願いします。はい、じゃあ皆さん、このまま始める。はい、このままもう開始しましょうか。はい、じゃあ皆さん頑張って生存してください。はい。じゃあハードカーチャレンジ、うん、はい、ハードカーチャレンジスタート。スタート。今は仲間だから、みんな今は仲間だからね。仲間だけど、殴らないでね。1時間後にあれだよ、コード来るよ、もうこの時間から始めると。1日60分設定だと。怖い。まあちょうどいいかな、逆に。はい、ということで、じゃあ私は私で、ね、やっていきましょうかね。考えればもうみんなで生き残って、みんなで優勝してくれればいいかなと。みんなで優勝はないです。そんな甘いものじゃないでしょ、これ。みんなで優勝はないですね。チヌさん、俺たちもミュートにしないといけないっぽい。ちょっと久しぶりなんで、まあ、ちょっと久しぶりなんで、ね、じゃあまた後で、はい、また後で、はい、ちょっと久しぶりなんでやり方を忘れちゃったんですけど、どうしようかな、どうやってやろうかな。コンボ、石斧とコンボはまず作りたいよね。これどうやってやるんだっけな、もう忘れちゃったら、久しぶりだから久しぶりだから忘れちゃったけど、枝、あ、石がいるのか。枝、まあ草、あ、そうか、ギリースーツまず作んなきゃいけないね。ギリースーツをまず作るか。ギリースーツどうやって作るんだっけな。あれで、これでいけるんだったかな。これ、あ、で、いけるいける。これもっと作んなきゃダメだね。もっと作るか。あんまりね、これ長いことやってるとゾンビが湧いてくるんで、ゾンビ湧くまでになんとかしたいけどね。ちなみにこのマップですね、町が1個だけあります。町1個しかないです。めちゃくちゃ狭いマップでやってるので、なんでかっていうと、プレイヤー同士ね、やっぱり、出会いたいので、プレイヤーと出会わないままで、時間だけが過ぎていくと、やっぱその辺はね、面白くないかなということで、2K のマップを使っております。はい。ちょっと待ってね、これどれだっけ。レシピの、これをもっと作んなきゃいけないね。これめっちゃ作るか。あとは、ギリースーツを、ギリースーツは、あ、ギリースーツこれで作んの？あ、両方いるんか。なるほど、両方いるんだ。それだけじゃできないんだ。あと、石が欲しいとこだけどね。石ね。石を、ちょっと、拾いたいっすね。ジャケット、ズボン、フードも作りたいけど、あ、草がなくなったのか。フード、あとフードを作りたい。フード、来た、フード。OK。で、ちょっと石を拾いたいね。この辺のこの、なんだっけ、枝。枝も取って、あと靴が欲しいな。靴いるよね、絶対ね。これ、硬えな。靴ないとちょっと走るの遅いんで、靴欲しいとこだけどな。やっぱ石が欲しい。石がいる。
石どっかに落ちてないかな。まあ、町の方、町どこだっけ、あっちか、町の方に向かって行きながら、イノシシがいる。イノシシも怖いね。イノシシもまあまあ怖いよ。イノシシはまあ自分からは向かってこないと思うけど、あとウサギがいるな。石落ちてないね。これ叩いて取れるかな。これきついか。きついか、これきついね。落ちてないかな。 CSH ってあれなんだよね、鳥の巣もあんまり落ちてないんだよね。鳥の巣ね。やべ、石ないわ。石転がってないかな。そこなんかゾンビいそうだね。スリーパーいそう。石が欲しいな。あ、あった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 、1個あった。1個じゃダメな、あ、2個あった。やった。2個あったら作れんじゃない、一生の。あれ作れない。あ、そうだ、これにしなきゃいけないんだ。これにしなきゃ、鋭い石にしなきゃいけないんだった。あ、これ着よう。着用着用着用。そしてしゃがんでいく。はい。で、これのレシピで石用の尖った棒も作って、救急水、よっしゃ。これでちょっと石をもっと欲しいね。さっきの平たい石をちょっと、あ、ここにも一個落ちてる。平たい石をちょっと叩いて壊したいところだけど、まあいいか、それは。とりあえず町の方に行きたいよね。あの安息の地を求めるんだったら、どっかの、あ、木は絶対必要だ。木は絶対必要なんだよ。最低1本は切らないと。待って、石斧がもう1個いるわ。石斧もう1個いる。鋭い石1個でできるんだっけ。よっしゃ、やっと壊した。やっと壊したわ。で、これで棍棒が作れる。これで棍棒作るでしょ。松の実は別にいらないんで。よっしゃ、あと槍ね、槍装備で丸太も装備。よっしゃ、これそれ一通りで、石斧とかは壊れちゃうんで、鋭い石を作って、あとあれだな、あと靴だね。今裸足なんで、ぜひとも靴が欲しいところ。そして車のボンネット。ボンネット、あ、待って、これ貴重だ。鳥の巣があった。鳥の巣もね、あんまないんだよね。あ、殻だった。マジか。羽があったらね、石の矢が作れるんですけど、なかなかね、あれなんだよね。鳥の巣もあんまないんだよね、このモッド。ね、今やってるね、あの、ウォースリーズックなんかは鳥の巣がめちゃめちゃいっぱいあって、で、あの、なんていうの、卵もめちゃくちゃ拾えるから、ベーコンエッグ作りたい放題なんですけど、レシピさえ覚えちゃえば。これはね、このモッドはなかなかあれなんだよね。鳥の巣もあんま見かけないんだよね。そこに建物あるけど、建物に行くのはまあやめとくか。やめときましょうか。そろそろゾンビがね、出てくるんじゃないかという気がいたしますが、ああ、町見えてきた。町までたどり着きたい。ちょっと石回収したいね。あー、ゾンビいるね。ゾンビいるな。全然と、あ、そうか、破壊しないとダメなんだっけ。破壊しないと大して取れないんだったか、これ。それはなかなかきついな。やべ、壊れちゃった。一生の壊れちまった。あ、でもこれで多分作れる。で、これで鋭い石をいっぱい作っておこう。石斧も何個か持ってないとね、結局何個か持ってないときついよね。これだけちょっと割ってみたいな、試しに。あそこにね、ゾンビがいるんですけど、まあ1体だったら、1
対1対1なら多分なんとか勝てる多分ね。ただあいつがフェラルである可能性もあるんだよな。残忍ゾンビいきなりいるからね、もう開始時から。なので残忍だったらちょっと怖いね。非常に怖いっすね非常に非常に恐ろしいぞ。恐ろしいんだけど、まあでもちょっとこっちに来ないでくださいっていう感じで、この石だけ割りたい。よっしゃ、取れた。あ、取れた取れた。オッケーオッケー。まあそれでいいや。怖い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 。町行きたいね。走って町まで行っちゃうか。足がね、あんま遅いんだよね。一応ね、CSH 手ぶらで、あそこにめっちゃゾンビいる。手ぶらで走った方が早いです。世の FPS ゲームと同じでね。うん。手になんか持ってるとね、手になんか持ってると、あ、見つかっちゃったか。若干ね、走るの遅くなるんで。見つかった？振り切れるでしょ。振り切れる、振り切れる、振り切れる。よっしゃ、待ち待ちした。あ、やばい、お前走るんか。マジか。タイミング命だから、これ。オッケー。オッケー。死んだか。よいしょ。あ、裁縫機と思った。こういうところのさ、やっぱ上に上がるのがね、一番安全なんで、屋上にね、屋上ムーブがいいと思うんですよね。ただどこの屋上に上がるかっていうのは非常に微妙なんだけど、ここがいいかな。あそこにゾンビいるな。この屋根の上とかどう？これ上がれそうじゃない？ここ、まあゾンビいるかもしれないけどね。まあいるだろうけどね、いてもいいわ別に。いても戦うトムいる？いないか。いないんだったらもうここでイモるぞ俺はあ、待って、羽じゃないや、鳥の巣がある。あ、羽入ってた、やったね。これ壊したらさらに取れたりしないのかな。変わんないか。ゴミ袋は空か。ゾンビが騒ぎ出しましたけど、あんまり関係ないかな。シャムサンド、これ布かな。取れなかった？なんか取れた？布欲しいんだよね。これは普通ならポリマーだけど、取れないのか。あ、もう一個あった。あ、殻だ。こっから、あー、壊してる壊してる。ただ上がっては来れないと思うけどね。ここから降りていくとゾンビいるかな。このはしごを壊せばいいんじゃない？これ木だから壊せんでしょ木を2段、このはしご2段ぐらい壊して、ああ石斧が石斧が壊れていく。それ2本ぐらい持ってるやつダメだ。壊されてる。紙か、布欲しいんだ。あ、なんかケースか。あ、鉄のコンボ入ってた。これは強いぞ。あ、待って、まだ壊れないのか。しぶといねこれ。壊れた、よし。これ 2段壊しちゃえばもうゾンビ上がれないでしょ多分。あ、チヌさん死んでるチヌさんが死んでいる。あ、タニンさんも死んでる。マジか、みんなちょっと死ぬの早いね。どうした？はい、すいません、1番目に死にましたんでチヌさんマジか、お疲れ様でしたあ、とりあえずは今みんなゲームでやってるみたいなんだけど、青の方に映ってますんで。あ、了解しました。何にもできなかった私も死亡です。あら、他人さんとチヌさんもう死んだのね。チヌさんが切断しました。なるほど。ちょっとでも私ね、あれですよ、アイアン強化クラブをゲットしたので。ただあの、これ解体したら紙かな。紙か、あれなんだよね、布欲しいんだよね。布があるったら靴が作れるんですよ確か。
靴どれだっけ、これかな、靴、あ、これ草で作ったシャツじゃなくて、草で作った靴、歯切れがいるんだよね、歯切れが欲しいんだけど、靴ないとね、やっぱ走るの遅いんだよね、歩くの遅いので、ちょっと戦う、あ、これ調べられるんだ、じゃん、空だ、待って、施錠済みじゃないかまさかの施錠済みだったわ、出れないんだ俺こっから、マジかなるほど、こっから来るもんじゃないんだね、ゾンビいる、あー、バイカーゾンビなんかちょっと、ダニンさんが切断しました、バイカーゾンビなんかちょっと勘弁してほしいね、しかも見つかったわめっちゃいるな、めっちゃいるゾンビがめっちゃゾンビいる、あー、靴履いてればね、靴履いてれば、うわ、いる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 、靴履いてればなんとかなるかもしんないけどな、布が欲しいね、まさかあの閉まってるとは思わなかったわちょっとやれるかな よいしょバイカー続くか、ちょっとこれぐらいだったら当たるかな、当たる、待って壊されたんだが強っ、わ、こいつめっちゃ強い、やばい、死ぬ死んだ速攻死んでしょ、お疲れ様です、死にましたお疲れ様でした、まさかのお疲れ様で速攻死にました、はい、お疲れ様なので、ダニンさんが接続しましたお疲れ様です、お疲れ様ですゾンビ組の皆さんこんにちはこんにちはこんにちは、もう真っ先にゾンビになりました、はい、今回は あと誰、あ、リュウさんとタクさんか、あと残ってる、よいしょ、あ、リュウさん、あ、リュウさんタクさん優勝じゃん、もうじゃん、あ、ね、じゃあ全員でたくさん狙いに行けばいい、全員で殺しに行きますか、ちょっとただ町にたどり着くのは大変たくさん、おそらくはここにいるんだろうけど、どこですか、町ですか、やっぱり町にいそう、どうなんだろう、たくさん情報はたくさんは見てない、おただすぐ町行かないとは思うけど、あ、まあまあね、ただね、町じゃなくて もう今すでに、うん、私すごい量のゾンビに追われてるんですけどもう多分またすぐ死にますね、あ、リュウさんもお疲れ様でした、お疲れ様です、いや厳しい厳しい、初めの一軒家にたくさんいました、うん、軍人に勝てない、一軍人軍人には無理です、軍人とかバイカーちょっと厳しいですね、あ、街中行きました、俺街中まで向かってる最中にゾンビ相当引き連れてったけど街の端っこに行って、はい、普通の森中みたいなとこにゾンビが2匹いたから2匹ぐらいならと思ったら、はい、後ろから軍人に追われたんでダメだったなるほどうわ、ちなみにあのリュウさん、タクさんの居場所知らないですか、わからないです、わからないです、見てないですか、どこにいるんだろう、街にいないですかね、いや、どうなんだろう、でいないかもしれないね、でもね、だって街危険なの知ってるでしょそんなに物資が必要な、ねね、チャレンジじゃないですから、うん、要は生き残るってことを考えりゃ、一応街の端っことかにいるんじゃないですか、ああ街のね、なんか建物の上に陣取るのは一番安全ちゃ安全ですけどね、うん、そこに行くまでだよな、私が見つけた救援、あの、なんだろう、作者のこう、なんだろう、あ、はいはい、基地みたいな、ね、優しさの、そう、基地みたいなところ、あれ見つけて、あそこにいれば、とりあえずはね、黙って静かにしてれば見つかんないから、はいはいはい、あそこ、確かアイテムもありますよね、確かね、あの、食べ物入ってるんですよ、この間、私見たとき、ほー、
たくさんのちょっと待ってくださいね、あれしてくれてるよ、画面共有。あ、たくさんの画面を、マヤさんが切断しました。たくさんの画面を見て、うん、マヤさんが接続しました。そうだよね、そうだ、画面共有っても向こうに行かなきゃいけなくなっちゃうから、ゴースティング、ゴースティング。そうそう、あれだ、ゴースティングしよう、見れないんでしょ、配信、うん、あれはちょっとダメ、ルール違反になっちゃう。いや、もうだってもうたくさん優勝だからいいんじゃないですか。これちなみに、あ、そういうことか、うん、見れる見れる。あ、なんか屋根の上にいるよ、たくさん。配信を見る、どうやって見、あ、入っちゃった俺こっちに。これってあ、速攻抜けた、速攻抜けました。あ、配信を見るっていうので一瞬映るからね、いる場所が。そう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 、いや街だな、街の中にいるね、街のなんか屋根の上とかにいないな、うん、もう、そう、私街がどこ盗み見てるじゃん、はい、ゴースティングしよう、ゴースティング、みんなで。いやほら、偶然そのカーソルがライブっていうところに当たっちゃうと映っちゃうから、画面が。せっかくね配信してるんだから見てあげないと、そこは、うん、か見てあげないとね。私もう終わっちゃったからいいかな。ああ全然いいですよ。マーサーはいいんじゃないですか。マーサーに電商場としてもらうか。ここにいたよ。 あっち行ったりこっち来たり。この画面ってでも変わらない。あ、この画面って変わらないんだね。あ、やばい、出血で死にそうだ。あ、これでもあれかもしれない。あ、始めた時のあれかもしれない。あ、やっちまった。あ、始めた時の画面ですかね。かもしれないですね。でも、まあ、街にいることは確かみたいな。終わっちゃった、3回目。終わっちゃった。あ、終わっちゃった。私も実はあと1回なんだけど。2人して。っていうことはどっちかが向こうで配信を見て、うん、と隣の、まあ、リュウさんが配信見て隣のマーさんに小声でつぶやくみたいな。伝言ゲームじゃないけど、なんかでも田舎の方にいそうですね。これって住宅街の方。え、こんなズル言っていいの。え、全然いいですよ。この間私がいたガソリンスタンドの家じゃない。うわ、待って、オオカミさんにやられている。オオカミさんがオオカミさんにやられている。オオカミさんにオオカミさんに噛まれた。ワンワンワン言ってるけど、ワンワン言われてる。オオカミダイヤウルフに襲われなかったもんな。落ちる、前回は落ちる。全然襲われてますよ私。どうしましょう。やっぱり狼さんだから、うん、あれなんじゃないですか。敵、そう、縄張り争い。縄張り争いなのかこれ。倒した倒した。これガソリンスタンドの上じゃないかな、この間の。あそこどこでしたっけ。もう忘れちゃったな。でも街の端っこの方ですよ。赤い屋根の。はいはいはい。いや多分この辺じゃないのか、たくさんいるの。違うのかな。ここじゃない、絶対ここだわ。こちら、あれ、ま、こっちいないっす。いないわ。そのなんかマーさんが言ってたところにやってきたけど、うん、いないっすね。いなかった、いない。あ、すでにもぬけの殻です。マーさんが接続しました。マーさんいないじゃないですか。まさかまさかクレームが。あれクレーム、まさまさなんかいないんですけど。今私そのガソリンスタンドにいるんですけど、はい、もうたどり着けない、もうっていうかね死にそうです。ここから町の方に向かってじゃなくて、うん、どうやって言うのかな。移動した方向で言うと、ほう、森に向かって左。おお、なるほど。病院の方ですか。で 町の方ですね、左に行くと。一番端っこのガソリンさんでしょ。はい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 。それを町を左手に置いて、左の方向に向かって走ってったような気がする。おお、なるほどね。なるほど。わからん、全然。説明の仕方がわかんない。いやいや、いや説明の仕方は多分的確なんでしょうけど、わからんわ。わからないわ。まあしょうがないな。
でもガソリンスタンドから多分離れてないっす。あ、こっちか。おお。あ、マーさんが巻いたとこここじゃないのかな。俺違うとこに来てますよ、として。違うスタンドじゃないですか。あ、マジっすか。同じ建物なんですけどね、建物自体は。もう一個あるってことか、これと同じのが。あの病院の方でしたっけ、マーさんがいたところって。ああ、じゃあ違うか、こっちの角か。公園のとこでしたっけ。丸い地形の丸い地形の、こっち病院で、ビルの方じゃないですよね多分。ここだな、この辺だな多分。ちょっと行くか。飛び降りたら死ぬかな俺。飛び降りて死んだら悲しい。飛び降りダメージで死んだりしてただ問う。あ、ゾンビ死んでる。誰か倒したのね。あ、結構ゾンビ死んでるな。誰か倒してますね。あれ違うか。違ったわ思ってたとこじゃなかった。リアリー、あー、この辺だこの辺だと思うけど無理だなこれは あー死んだたぶん近くまで行ったけど死んじゃいましたねたぶんね、あの出血のダメージというか、走ってて死んだ殴られたとかじゃなくて、うん、いや多分そうだよね、あの辺だと思うんですよね多分ね。でも今たくさんの周りのところに近づくのは危険な気がするけどすごい量のゾンビがいるからそもそもゾンビに追われてるからな、こう来る時点で。なるほど、突撃しよう。じゃああそこだね、あそこだな、さてはここだなここだな、さては。あ、絶対いる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 、とうとゾンビに混じって、ゾンビに混じって殴りに行く。いた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 、銃持ってるあれ谷さん死亡しました。谷さん死亡しちゃった。あら上にいる上にいるあ、いたいたいた、上にいるけど俺上がれないな。うわ、死んじゃう死んじゃう、あ、死んじゃう死んじゃう、無理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 だはい、それでは結果発表いきたいと思います。皆さんお疲れ様でした。じゃあとりあえず最初に死んだのは誰ですかね。はい、私です。チルさんで、ね、チルさんどんな風に、どこでどんな風に死んだんですか。どこでは、もう町に一回行って、うん、町から逃げ出したところで多分死んだ。町に行ったけどやばいっつって離れた、うん、離れて、はいはい、ところで多分ね、木こりかなんかにやる。ああ、木こりね、強敵ですね、じゃあまあチルさんが最下位と、うん、あの何もできませんでしたほぼほぼ走ってただけだ、ね、あ、そうなのね。そう、動画になるのかな、マラソンしてただけみたいなそうです、逃走中ですね、逃走中ただのでチヌさんの次に死んだのは誰。2番手私です。あ、他人さんだっけその時。ああ、なるほどね。他人さんどんな感じ。
ナレさん打つのめんどくさいか打つのが大変かもしれないもう俺目の前にいました、谷さんのあ、一緒にいたのね、その辺は一緒にいました。あ、はい、そうなんだ。最初はもう2人で頑張ろうと思った。初めの一軒家で物資回収中にゾンビに囲まれました。おお、なるほど、囲まれなかった。袋にされたわけねそれは1対1なら勝てるんだけどね。うん、なるほどね。で3人目が 3番目がアマーさんか。はいはいはい。マーさんは、マーさん町にいたんですか。マーさん森の中にいました。あ、森の中、町にはみんな町には行ってないな森の中にいて、普通のあの、うん、のび太くんと女性がいて、はいはい、あ、これなら倒せるなと思ったら、その後ろから軍人さんがダーッと走ってきて、おー、なるほど、軍人さんに殴られました。のび太くんと静香ちゃんのデートを邪魔したから軍人に怒られたとなるほど、いう、そんな感じですかねそんな感じです、はい、なるほどね、すいませんでしたで、多分次死んだのが私なんですよね、はい、うん、私町にいたんですけど、はい、町のね、あの屋根の上にいたんですけど、ちょっとね、欲をかいてバイカーを殴りにいたら逆に殺されましたバイカーに挑んだらですね、逆に殺されました、はい、バイカーはダメだ。バイカーめちゃめちゃ硬かったですね、はい、あいつら硬いから全然死ななかった、はい、マジで。鉄のコンボを持ってたんですけどね、勝てませんでした。鉄まで行ったんですね。そうそう、なんかいい武器持ってたからね、なんか調子乗って行ったらね、はい、逆にやられた。逆にやられた。はい、で、次が龍さんか。はい。龍さんも町に行くんですか。町に行く途中で、あの靴出ないか漁ってたんですけど、そこで戦ってる間にあの出血で倒れました。あ、なるほど。じゃあ結局、町に行けてないのね、みんなね。行けなかったですね。一応行きました。最後まで残ってたたくさんは町でずっとなんか芋ってたもんね。なんかね、芋ってたわけじゃないか。行く途中でみんながなくなっていくんですよ。確かに早かったもんね。なんかね、俺このまま続けていいのかなと思って不安になりすぎて、実は裏事情を言うと、うん、そう、本当。チャット欄にこのまま続けて大丈夫ですかってディスコードに打ってますからね。なるほどね。みんな死ぬのが早すぎてね。はい、予想外だったもんね。いいのかな、ね、はい、まあ、ということで、たくさん優勝です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。特にあの商品とか賞金とかないんですけど。はい、これだけ CSH をずっとやってきたよっていう、ね。そうですね。CSH マスターとして、あの、一番、まあ、大会で優勝したというのを、ぜひともなんか概要欄にも書いておいてください。大会、はい。狼さんカップで。はい、そうね。CSH 部門。CSH 部門。はい、うん、まあまあ、そんな感じで。はい。よろしいでしょうかね。はい、はい、はい。じゃあちょっと、まあまあ、でも優勝者のタクさんにちょっと一言いただきましょうか。はい、まあ自分は優勝したけど、こうね、なんかうまいこと言うとして頭が真っ白になってるんだけど、そう、頑張れ1万人。本当はね、みんなと一緒にブラッドムーン報道までやって、うん、あ、みんな死ななかったね、これみんな優勝だってなるのが目標だったんだけど、ちょっとみんなのこと守れなかった俺がちょっと良くなかったから、もうちょっとねみんなのこと一人一人見て守っておくべきだったな。そもそもだって別行動してたから守るも何も さっさと見えなくなったっ、ね、確か 俺からすると全然どこにいるのかみんな分かってなかった、みんな分かる、うまいこと言えなかったわということで、まあ優勝できたのはでも嬉しいことです。ありがとうございます、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。はい、ということで、じゃあ第1回、CSH 、クラシックスタイルフォードか、じゃクラシックスタイルハードコアか、クラシックスタイルハードコアのハードコアでハードコアしようみたいな、はい、企画第1回はたくさん優勝ということで、ありがとうございます、はい、まあ、第2回第3回あればまたやりたいなと思いますけども、はいはい、よかったら皆さんまた参加の方、よろしくお願いします。お願いします、はいはい、ということで、はい、じゃあ、はい、お願いします。今回はこの辺にしておきましょう。皆さんお疲れ様でした、はい。
お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。